ちょっとあれだから、もともとロードバイク好きで、こういうイベントありますけどみたいなのもそういう欲しいです。中でプロ雀士が集まる憩いの場、麻雀遊戯カフェ、いらっしゃいませ。さあ、魚谷さんをお迎えしての麻雀遊戯カフェ、続いてのメニューは魚谷トピックスでございます。やっぱ魚谷さん久々に来てくれましたから、何かね、いろんなことがあったんじゃないかなという魚谷さん周りの出来事を麻雀以外でも全然大丈夫ですので聞きたいと思います。もしね、大谷さんがないよって言うんだったらね、マリチューさんの愚痴を聞くはめないよ、ないよ、マリチューが愚痴を聞くはめになりますので、たまんなかったじゃないですか。回ってない時に、マージャン以外？はい、マージャン以外でも全然大丈夫ですよということで、お願いします。マージャン遊戯王。猫を3匹目を迎えました。猫お好きなんですよね。猫大好きで保護活動もされてますよね。まあ私自身がしてるっていうよりかは保護してるパパを応援してるって感じなんですけど、なんかいつかそういう保護活動とかももうちょっとなんかいろいろできたらいいなと思って、SNS でのこう拡散、その保護猫譲渡会みたいなの拡散はお手伝いはしてます。で結構そのなんだろう、そのマージャンファンの方がこの私のうちに来た子をその譲渡してくれた方にその猫グッズとかを送ったりしてくれてるので、そのお礼で名前を見るとそのマージャン会の方々が結構送ってくださってるので、なんかありがたい連鎖だなと思って。素晴らしい。そういうところが広がっていくのはいいですよね。そうですね、はい。やっぱり保護活動ってめちゃめちゃ大変なんで、なかなかこうやっぱ時間もね多分すごいかかるしできてないんですけど、でもそういうなんか少しずつでもなんかいろいろできることあればいいなと思って、はい。それに関してはマリチューさんも猫ちゃん大好きですかね。猫はもう本当死ぬほど大好きで、それこそ私も3匹目を迎えしようと今。そうなんですか。今はい2体いますお家に。2体。なんか引きっていうのちょっとなんか違う感じ。そうなんですよね。2人って言ったり、なんかと餌っていうのやでご飯ですよね。そう。猫ちゃんは本当世界救いますよ。イピ君も。あ、そうですそうです。はい、イビングも、まあ猫ちゃんは好きですし、イビングは超田舎なので、庭で地域猫ちゃんが遊んでいたり、なぜかわかんないですけど、それに寄せられてかタヌキが来たり、あと自宅のね屋根のところにツバメが巣を作ったりと、イビングのすごい野生のヘビもいますし、すごいなんか野生感ありますね。山ですか住んでる？山です。違うんですけど、森の中の平地なので、はい、そうなんです。だからイビングも猫ちゃん大好き。しょっちゅう写真にもあげてますし。猫ちゃん3匹目を迎えする時って先住猫ちゃん馴染めました？やっぱりそこが不安だったから、まずうち女の子2人だったんで、3匹目を迎えする時は男の子にしようと思って。バランス的にね。そうです。で、その保護主さんが結構その性格とかを書いてくれてるんで、その他の猫ちゃんとも仲良くできますとか、この子は一頭飼い向きですとかいろいろ書いてくれてるんで、そういうのをちょっと見ながら、この子だったら仲良くできるかなと思って、ただやっぱり時間もかけました。ああ、まあそうですよね。はい。やっぱすぐ合わせちゃう猫同士ってもうめちゃめちゃファイティングしちゃいますよね。そう。まず先住猫は。まあボスだよってことを分からせるために、まあ、狭いところにケージとかお部屋とかにまずはこう閉じ込めて、その時間をかけて、でもなんかねちょっと、まあ、やんちゃすぎてお姉ちゃんたちに絡みに行ってもういつもでもシャーシャーやられて怒られてます。下の子は仲良くしたい、そうですよね。お姉ちゃん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 って言うんだけど嫌だってされて、たまにでもなんか毛づくろいしてあげたりしてるところとかが見れるともうとって出てなって思って、相性最初に合わなくなっちゃうとずっと合わないですよね。最初肝心ですね。最初肝心です。勉強になります。ありがとうございます。はい、ぜひぜひ聞いてください。ありがとうございます。私特に1匹目と2匹目の時に、やっぱ初めてでもないんだけどの経験だったから、はい、仲良くなれない不安が特に強かったんで、でもなんか産後うつみたいな。子供ができたがなんかでもこの子供たちが仲良くしてくれないみたいな、結構鬱っぽくなりそうだったんで、うん、でも今はね、お互い今存在してても別に怒ったりとかもしない感じで、上の子2人も基本家ではもう話しっぱなし。あ、そうですそうです、はい、うん、取り込めることは多分ほぼないですね。それが一つ二つは、最近だと自転車にハマったかな、ああ、最強戦もあれだよね。あ、最強戦自転車に行ったかも。うん、去年だっけ。うん、行きましたね。うん、去年は本当に自転車ハマって、で、ハマったのが夏ちょい前ぐらいからハマったんで、真夏も自転車乗りたくてしょうがなくて乗ってたんですよ。暑い。でもね、気づいたんですけど、33度よりも上の気温で走ると熱中症になるから、だから今年はもう30度以下までしか乗らないようにしようと思って。なりかけたの？もう結構なってた、多分。なってた？はい。一回35度ぐらいの時に、なんか40分ぐらい漕いだんですよ。40分？はい。もう乗りたすぎてどこ行くにもやっぱ基本は自転車にしてたんですけど、サイクリングハイみたいな状況。そうですそうです。もうなんか熱中症なりかけたんで、だから今年はもう30度までって決めてます。あ、そうなんだ。じゃあ32度ぐらいまではね、いけるのはいけるんですけど、33度からは多分もう結構地獄。でも今とかはまさに乗りやすい気候。朝今乗りやすい気候で、はい、いいですね。ただ去年は e バイクっていう電動自転車のちょっとスポーツタイプの自転車と、ロードバイク完全なもう本当になんか電動とかじゃなくて、と2台買って2台ハマってたんですけど、特にロードバイクの方が好きだったんですけど、今はもうロードバイクちょっとしばらくお休みしちゃってて、もう乗る機会をいつか誰か作ってください。どういうこと？誘ってほしいんです。だから1人で乗らなくなっちゃったら乗る機会もないし、準備もやっぱ大変だから、ロードバイクで乗るので結構乗るまでもちょっと大変だから、だから乗るタイミングを見失っちゃったら乗れなくなっちゃったんで、やっぱ移動で使うには e バイクの方がもう圧倒的に便利なんですよ。そうだからロードバイクを乗るっていう何かがないと乗れなくて、例えば3、4ヶ月後とかに自転車のこういうイベントあるからこれ一緒に出ましょうよみたいなのを誘ってくれたら、それまでにじゃあちょっと乗ろうみたいな気持ちになると思うから、マジ乗りたいんですけど乗れないから、ちょっと早くさせてください。結構お忙しいから土日も空いてないんじゃないですか、ね、土日で全然空いてないんですよ。例えば、自転車のイベントで有名なのは富士ヒルとか富士山登るイベントとか、いつか出てみたいなと思うんですけど、今年はなんかもう対局とかぶってたから絶対無理だったんですけど、そういうのとかなんか何かをモチベーションに乗りたいなと思ってるんで、早めに開ければ開けれることも結構あるから、だからそのタイミング開けれる日かつ早めにみたいのだったら、どうにか秋頃ぐらいのでなんかあったらちょっと誰か誘ってください。マージャンプロとかいないよね。マージャンプロいないんで。園田さんは e バイクだもん。ああ、そうそう。貸し取ったことないの？乗ってる。貸し取ったことはないです。はい。だからファンの方でも本当にロードバイク好きな方だったら全然大丈夫なんで。超えてくるぞと。ロードバイクだったら大丈夫だぞと。そう、なんていうんだろう。じゃあ魚谷さんのためにロードバイク買いましたみたいなとちょっとあれだから。もともとロードバイク好きで、じゃあこういうイベントありますけどみたいなのをそういう。欲しいです。なんかで秋ぐらいでお願いします。ちょっとロードバイク同卓できるという方はぜひご視聴。はい。同卓お願いします。セットね。はい。ロードバイクセット。はい。マージャンプロでね、でもね、安藤銀一さんがもともと好きで、もう100万ぐらいのロードバイク。100万もするんですか？高いですね。200万ぐらいするんですよ。ロードバイク。じゃあそういうの出てんのかね、イベント。昔はもうそれすっごいで、もうちゃんとした選手だったみたいな。選手まで行くのかわかんないけど、そういうのいっぱい出てたらしいんですけど。なんか奥さんが一緒に乗ってて、なんか一回すっごい危ない思いをしたらしいですよ、安藤さんが。その時にもうやめてくれって言ってやめたらしいんですよね。そう、でもそれで安藤さんにいろいろ教わったりとかしてイベント連れてってもらったこともあるんですけど、はい、一人じゃねなかなかちょっと踏み出せないんで、よろしくお願いします。確かに仲間が欲しいところですね。仲間が欲しいとはずっとロードバイク一人で乗ってる時からずっと思ってたんですけど、なかなか。はい。2つ目そして3つ目何個出てくるの？もうすごい麻雀への活力がすごくて、うん、それずっとじゃないいやでも、まあ、もちろんずっと麻雀は一生懸命やってきてるんですけど、うん、新たな自分に生まれ変わろうとしてるじゃないけど、うん、今までとは比べもなんないぐらい、うん、セットとか もう空いてる日は入れようと思って入れてるし、うん、忙しいを理由にセットを入れる日って月に1回とか多くても2回ぐらいだったんですよ、うん、でももっと私は強くなれると思ってるし、うん、もっと頑張りたいっていう今気持ちが強くて、うん、とにかく麻雀できる時は麻雀をしようと思って、セットもそうだし勉強会とかも行ける日はなるべく開けて行こうっていう、今そういう期間です。始めたてみたいな熱量がちょっと今あるかなっていう。それは何でそうなったきっかけとかあるの？そう、これね、きっかけは一応あって、うん、まあ、それだけかどうかわかんないから、うん、あれなんですけど、まずは、うん、筋トレを最近まともに真面目に週2回ぐらいやるようになって、うん、多分気持ちがポジティブになったこと、結構割とネガティブというか動けなかったんですよ、なんか疲れちゃってとかなんかいろいろあって、その動き出すのが結構苦手で堕落してたんですけど、でもそれがなんか結構その前向きな気持ちになったのが1点と、もう1個がこれはちょっと恥ずかしい部分でもあるんですけど、とあるプロに言ってもらったことがすごく嬉しくて、やっぱり私もっと頑張りたいって思ったんです、うん、なんかそれまで自分ってまだまだダメだなと思ったこといっぱいあるんですけど、そこときちんと向き合うって、やっぱ自分のダメなとこと向き合うのって結構辛い作業じゃないですか。だからなかなかこう向き合えないでいたんですけど、私今は B2 リーグなんですけど A2 リーグにもいたことがあって、うん、で A2 リーグで降級しちゃった年があるんですね、うん、でその時の対局を、まあ、全部見たって言った人がいて、でも自分はその時の A2 リーグの中で魚谷さんが一番内容良かったと思ってますって言ってくれた人がいて、勝ってる時を褒められるのは慣れてるけど、負けてる時をそうやって見てくれる人がいたんだと思って、なんかそのやっぱり私 A リーグに戻りたいってその時に思ったんですよね。その人が今 A2 リーグにいるんですけど、その言葉聞いてもう一回やっぱり私 A リーグに戻りたいし方位目指したいって思って、それがきっかけでこの名前を今ここまで引っ張ったんですけど、そのプロが三浦智弘プロなんですよ、はい、だから私にすごいきっかけをくれたのが本当三浦君で、もっと頑張ろうっていう気持ちに今一番なってる、向き合えないでいたところがあったんですけど、きちんと M リーグにもビール戦にもどっちにも向き合って、ちゃんと一番を目指そうっていう今気持ちがすごく強いんですよ。三浦さんがきっかけなんだ。そうなんです、はい、あ、じゃああれだ、いいこと言われたから M つくに、うん、違うの、それはね反対に違って今強いんだよね、本当に。そう、今ね、本当に私これ使われなかったんだけど、ジャパンネクストカップ のインタビューで、まあ、三浦君と当たる時だったから、その三浦どんな選手ですかって聞かれた時に、ヒーローみたいな魔女打つなと思って、これ言われる前ですよ、好きだからとかじゃなくて、言われる前に、あ、なんか自分でその切り開いて自分でこじ開けていくようなヒーローみたいな麻雀打ちますねって言ったんですよ、うん、かっこいい麻雀打つなって本当に思ってて、うん、だから別にそれは M つくに選んでる、自分も戦ってて強いなってやっぱ思うし、自分でこじ開けていく麻雀かっこいいなって、王道麻雀かっこいいなって思うし、でもまあそれとは別にそういう出来事があって、はい、推してますね、普通に三浦君のことは、はい。松本君も知ってましたよね。まあ、そうですね。だから今なんかよくお名前聞くんで、よく出る。つくだと三浦さんは、なんか強いってめちゃめちゃ評判みたいな。うん、強いと思います。はい。いいですね。そういったポジティブな一言で与えてくれるって、そう、なんか勝ってる時じゃなくて負けてる時を褒めてもらえるのって、ファンの方でもそうなんですけど嬉しいんですよね。なんか結果じゃなく、そのちゃんと中身を見てくれたんだなって、別に慰めじゃなくて単純にいい麻雀だよっていう、はい、そうですそうです。三浦さんが後輩になるの？同期？2期ぐらい後輩かな。はい。だから逆に言うと今まで全く関わりなくて、なんか柔軟戦の決勝戦で2年連続当たって、でほとんど喋ったこともなくて、たまたまなんかの帰り道が一緒だった時に、うん、そう言ってもらって、はい、嬉しいと思って、うん、で自分のモチベーションにもなったっていう感じです。はい。毎日はそうですね。でも大竹のいろいろ聞けましたから、でも毎日ダークトピックスを聞きましょう。事務所に NC されるかもしれないけど、うん、最近黒かれた人がいて、で私もすごいよく知ってる人で。うんうん、めちゃくちゃ嬉しかったんですよ。いや違います、全然違うんですけど、占いに行って「どう思いますか？」って相性聞いたら「何が何でもやめとけ」ってそうなの言われました。なんかそこまで言われるの珍しくないですか？私もそう、占いって大体否定しないじゃないですか。なんか悪くしてもちょっとなんかね、濁して言ってくれるみたいな、ちょっと「あなんかあんまり」みたいな、そういうパターンもあると思うんですけど、本当にあなたの人生が壊れる。破滅。あとでどんな人か教えて。教えます。もうめっちゃ気になる。ポイズン。ポイズン。全然興味あるな。ちょっとその人過去にやらかしたこともある。それを言い当てられて、名前とか出してないのに。確かに付き合うことで自分のパワーを全部奪っていくような人っていますよね。あ、なんか多分そういう人なんだと思います。そういう人があったことある。過去にね、もうだいぶ昔のね、何十年も前の話だよね。じゃあとりあえずマリチューさんは猫ちゃん抱いておきましょう。本当に猫ちゃんだけは愛して、だから本当にもうシャットダウンしましたよ。ゾクゾクするでしょ。そうなると逆に。いやいや、さすがに私自分の仕事が一番大事なんで。泉さんとちょっと仕事が。いや、破滅です。本当に。むしろ言ってる。マジ？絶対嫌ですもん。私の人生壊されるなんて。でもなんか泉さんはお互いにこう教育依存しまくってお互いをめちゃくちゃにしたいみたいな。絶対嫌だ。絶対嫌だ。本当に男に依存するのだけは。あ、そうなんですか。はい。自分が一番大事です。まさか占い師の生理ってあれですけど、で砕いてる人がいるなんて。確かに。占いで決められる。あれ聞いたことないですよ、男性が。まあもうね、そうそう、やっぱファンも大事だし、やっぱ私は恋愛してる場合じゃないなってなりました。なるほど。そしてね、そんな占いの結果がどれだけ出ようと恋に向かって突き進むのが泉トピックス。聞きたいな、泉さん。聞きたい。別にどうでもいい存在みたいな、もう美人でもなんでもないみたいな人の中で突然の冷えが始まる。